皆さんこんにちは、エルザです。今回はブラックスワンをこれから聞こうと思っている方向けに解説をしていきたいと思います。以前ブラックスワンについて強いという解説をしましたが、逆にガチャを引かない方がいいなというところもありましたので、それについて今回話していきたいと思います。で、この動画に関してなんですけど、なるべくキャラが揃っていない人に寄り添いたいというところがありますので、サバーカの方の視点で話をしていきたいと思います。サバーカを例に出すと、キャラが引けなかった状態が多くて、メインよりもキャラクターが少ないです。星4に関しても少ないですね。で、育成も整ってないという環境でしたので、その中で実際にブラックスワンを引くかどうかっていう判断をした時に引かなかった理由がいくつかありましたので、そこを紹介していきたいと思います。欲しいけど引いてもなというのが正直なところでしたね。また今回の動画に関しては本編に入る前の注意があります。一つ目は、ブラックスワンが弱いわけではないという点です。ブラックスワンに関しては正直性能的には強いなと思ってます。ただ条件が多いのでちょっと難しいなっていうのがあります。弱いわけではないというところです。二つ目は、あくまで無課金未課金視点での話というところです。特に育成が追いついてない方であったり、キャラクターが引きたいんだけどなかなか引けなかった方っていうの視点で今回はまとめていきます。で、最後、これは絶対的なところなんですが、キャラクターが推しなら迷わず引けっていうところですね。引いて引けなかったとかいろいろあると思いますので、基本推しなら引くっていうところを押さえた上でやっていきたいと思います。それでは前置きはこれくらいにしてやっていきましょう。一つ目の理由は、カフカの処置をしていないという点です。ブラックスワンを引く理由で一番に来るのがカフカの処置に関してですね。ブラックスワン自体はそれなりに強い性能というところなんですが、やはり性能を伸ばすということを考えると、カフカがいるかどうかでアタッカーの素質が大きく変わるというところがあります。まずブラックスワンの火力の元となるアルカナの発動というのがありますね。このアルカナは持続ダメージとなっているため、敵のターンに依存します。敵のターンに依存するということは、敵のターンが来なければ高い持続ダメージは見込めなくなりますし、ラウンドの消費も重なって長期戦になりやすくなります。この点を聞くと、虚構除去などの適性が下がるっていうのがわかると思います。持続ダメの蓄積は可能ですが、ダメージとして出るまで時間がかかるっていうところですね。で、これを解消するためにどうするのかっていうのがカフカの仕事となります。しかもカフカはスキルや必殺技によって持続ダメデバフの消費をせずに効果を発動できます。ここがめちゃくちゃ強い部分ですね。これが持続ダメにおいてカフカが強い理由です。強制発動だけでなく回数も維持ができるっていうのがとても魅力的な能力となっています。単純に持続ダメージの発動回数が増えるので、ブラックスワンのダメージを稼ぐことにおいては必須級に近いくらいの相性となってるんですよね。で、このあたりのことを考えて編成を組もうと思った時に、カフカがいないとちょっとダメージ足りないなっていう感覚がありました。で、持続ダメージの発動回数がブラックスワンの火力となっていますので、カフカを持っていない場合はガチャは注意するっていうのはすごく考えたところですね。続いて、サブアタッカーとしての活用ですが、サブアタで強力なジンのイメージなどの場合は注意をしておきましょう。ジンとかの場合はダメージを受けることによって割り込み攻撃など可能にはなってくるんですが、もともとの攻撃力も高いことがあり、サブアタ適性が非常に高くなっています。ですがブラックスワンの場合は攻撃の主軸は持続ダメージとなりますので、ジンとは異なるキャラクターというか役割のサブアタッカーになるんですよね。敵のターンで攻撃を受けるかターンが来るかの違いとなります。元々の火力や耐久値も違うので、ちょっとサブアタとしては物足りないところがありますね。この話で言うと虚構除去は問題はないかなというところなんですけど、裏庭とか模擬宇宙の新エンドコンテンツとかをやっていこう、最高難易度をやろうとした時に、耐久面ではサブアタとしては必ずジンの方が上に行きます。ちょっとやられすぎで難しいなって思うことが多々ありましたね。で、ブラックスワンのアルカナに関しては持続ダメデバフとなってますので、これを大量に蓄積しておかないとダメージやアルカナの精度を伸ばすっていうことはできません。編成には持続ダメージ系のキャラが必須になってきますので、その点から見てもサブアタッカーとしてはちょっと味方依存な一面があるなぁと思います。
あれからのダメージや性能は蓄積数によって大きく効果が変わるので、蓄積しやすいキャラを持っていない場合は注意が必要というところですね。まあ、そういった面で考えると本来のサブアタッカーという考えではないというところがあります。続いては他の持続ダメキャラを育成していないと難しいという点です。先ほどちょっと話に出ましたが、味方の持続キャラ育成をしていないとブラックスワンの性能を引き出しにくいという部分があります。持続ダメージパーティーの特徴としては他の持続キャラの育成が必須となります。しかも持続ダメキャラは他のパーティーで組む際、そこまで編成に組み込ませるということがないんですよね。特に散歩とかに関してはカフカ専用みたいなところもあります。単体で何かのパーティーに組み込むかってことはほとんどなかったですね。なので人によってはキャラクターを持ってるんだけど全く育成が進んでいないという可能性があります。しかも育成素材は虚無のキャラということもあり全員被ってきますので、火力が出るまで育てるにはかなりの時間とスタミナを消費するというのが必要となります。持続キャラ一切育ててないよという方はブラックスワンとその他数名の育成が必要となりますので、その点も視野に入れておくというのがありますね。そういった意味では違う意味で育成難易度が高いなと思います。またブラックスワンとの相性において持続ダメージキャラ理解が必要となります。例えば各界以外で採用となると散歩を活用する場合が出てきます。こちらの場合は4凸が必須条件になります。これは4凸効果による風化状態5層以上の敵に対してスキルを当てると風化を強制発動というものがあるからです。これにより強制的に風化状態を発動できるので、アルカラの効果を発動できるというところがあるわけですね。で、散歩を持っているけど4凸じゃない場合はこの効果がありませんので、注意をする必要があります。経内訓とウルカについてはアルカラの起動というものはできるんですが、限定的となるので散歩には劣るんですよね。その点も踏まえた上で持続キャラの育成は考えていくということは大事です。そう考えるとやっぱりカフカ一択っていうところから出てきますよね。まあブラックスワンは思った以上に味方依存な一面のあるキャラだなというところです。続いては異物の流用ができないというところについてです。まあ、育成面に関してですが、ブラックスワンは囚人と銀河障子の異物を採用することが多くなっています。ですがこの2種類に関しては異物の使い回しというのがとても厳しく、キャラ専用の異物になってしまうということがありますね。でまず囚人なんですが、同じ持続ダメージキャラには活用はできます。なんですがその他のキャラに関しては活用ができません。これはデバフの効果とかいろいろ説明があるからですね。しかも一緒にゲットできる太鼓に関しては追加ダメージキャラ特化となっているので、集める目的がない限りかなりハードルの高さかなと思いますね。やっぱスタミナ消費結構考えますからね。で、霊障が配布されていますが、そもそも対抗ではないんですよね、適性が。ではないので、霊障の素材と合わせてという感じではなくなってきてますね。また、銀河障子の方もこんな感じで、効果命中をつけるのには基本持続ダメージやデバフを主軸とするキャラとなります。この点考えると相性はとてもいいんですよね。ブラックスワンだったり、他の持続ダメのキャラとは相性がいいんですが、そのキャラクターのみっていうところになります。こちらも専用みたいな感じがありますね。しかも相方に来る異物というのが変態となりますので、今のところどのキャラにも使わない傾向の異物となっています。で、下手したらこちらがずっと集まるっていうことがありますので、それなりの覚悟が必要になってくる異物となってるんですよね。しかもブラックスワンの分だけ集めるわけではなく、これをパーティーに入れる持続キャラ分も必要となってくるため、かなりの労力がいります。さらに他のアタッカーには流用が難しい育成素材というか異物になりますので、育成の手間を考えるとかなり難易度が高いキャラだと思いますね。厳選自体はそこまで難しくないんだけど、全員分育てるっていうのが難しい部分となります。まあ時間はどうしてもかかりますね。ということで、以上でブラックスワンを引く前に気をつけたいこととなります。まあ結構育成面であったり、なんかブラックスワン以外の要素とか、ブラックスワンを最大限生かすならこのキャラがいるっていう依存が強いキャラクターっていうのが伝わったのかなと思います。なんかブラックスワン自体というよりも生かすための環境づくりにすごく手間がかかるという感じですね。
さて、ここまでいろいろと弾かない理由の話をしてきましたが、一応最終的には好きなら弾いとけっていうのはあります。いろいろとマイナスな面の話をしてきましたが、まあどんなに育成や編成が大変だったとしても好きなキャラなら苦しくはないっていうのがあると思います。でこの話を聞いてそれでもブラックスワン欲しいなっていうのであれば全然弾くのは問題ないかなと思います。なのでブラックスワンが好きならぜひ弾くっていうことをしてみましょう。まあ能力とかそういうところの話ではないってところになりますからね。で僕自身も以前カフカが来るまでは持続キャラなんて一切育ててなかったんですよね。特に散歩は育てる気はなかったです。なんですけどカフカが強くなるっていうところで散歩が必須なところもありましたので、まあそこの育成を頑張ろうと思った時には味方の育成もそこまで苦にはならなかったです。なので、まあ、好きなキャラを引くっていうのは結構大事だなと思いますね。でキャラクターの性能を引き出すにもそれなりに苦労はありますが、最後は本当に好きかっていう判断でガチャを引くかどうか考えてもらえるといいのかなと思います。まあ、結構ね強い強いっていう動画が上がってるんですけど、実際使うとあれっていうこともよくありますので、このあたりはよく考えてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。